どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの推しに火をつけちゃうぞ。やっていきましょう。はい、今回なんですけど、香川県丸亀市にありますナマステガネーシャ丸亀店さんにお邪魔しております。こちらですね、インドカレーが楽しめるということでやっていくんですけれども、まあね、最近はね、こうラーメンとか麺系のね、ちょっとチャレンジが続いてたんで、そうですね、ちょっとカレーを挟みたいかなと、麺以外のものちょっと食べたいなと思って、はい、今日探してきたんですけれども、全部でね、5段階、辛さレベルが分かれております。甘口、中辛、辛い、激辛、超激辛ということで、超激辛に関しては本場のインド人もびっくりするぐらいの辛さということになってます。で、一応ね、あのスタッフさんの方にお聞きしたところ、こちらの、スパイシーチキンカレーが、このお店で一番辛いということで、激辛と書いてあります。はい、超激辛、はい、これに挑戦していきたいかなと思います。はい、それではいつも通り行った人の感想を見ていきましょう。ナマステガネーシャというお店でランチ、辛さは0から5の5段階あって、こいつは3かっこ辛口、もう1段階上の激辛なら余裕でいけるかもということでね、まあこのね、どの辛さに挑戦するかでちょっとだいぶ変わってくると思いますけれども、まあ比較的結構このね、インドレストランとかこう行ったりしますけども、そんなにねバカ辛いっていうわけではないかもしれないですけどね。まあ非常にね、ちょっと食べてみないと分かんないところで、早速、注文していきましょう。これが、これに入ってるスパイス、あ、これが、はい、すごい、これがカレーカレースパイシーチキンカレー、はい、とホーリンソンドは、はい、このスパイスのがチリ、チリガランマサ、ガランマサで、キッチンケーでと18ぐらい18スパイスを混ぜて、なんかミックスしてから作ったようなスパイスです、これいただきます。さあ、いただきます。さあ、ナマステガネーシャさんがスパイシーチキンカレー超激辛お手並み拝見さん、ナマステさあ、どんなものか、まずじゃあちょっとルーからいってみましょう。いただきます。うん、オッケー、うん、で、わあ、おいしい。そして次、こちらですね、このほうれん草をまぶしたナン、こちらですね。こちらちょっとまずそのまんまの状態でいただきましょうか。いただきます。うん、わかんないけど、うん、ホクホクで美味しいですね。うん、これたまりませんね、美味しいね。うん、一応話に聞いたところ、インド産のなんか青唐辛子とか、まあ、インド産のねスパイスとかいろんなものをこう混ぜてこの味を出しているんだそうなんですけども、うん、うまっ。ナンもっちもち、こんなこと画面に顔が隠れちゃいますね。たまりません。うん、こんな餅のようにもちもちですね、超うまい。
これうまいわ。唐辛子の辛みというよりたくさんのスパイスをねこうブレンドして混ぜてるんで、まあいろいろこれ見るだけでもねこういうもう多分ねターメリック、ウコンですね、ウコンとかグ、長寿、カルダモン、シナモン、クミン、チリとかね、もう様々な、スパイスが入ってますね。ほんとねあのそんなねこうガツンとした辛さはないんですけれども、もうねなんかすごい体が温かくなってきましたね。やっぱ程よいスパイスは体にいいって言いますからね、これはたまりません。半分ほど食べ終えたところでここで行きましょう。ほいからパーということで、まあね、せっかくこちらの、なんかね唐辛子とかこうスパイスですねちょっと用意してもらったんで、まあちょっと試しにね一つずつどんな感じの辛みとか、こう刺激があるのかちょっと試してみましょう。まずこっち、これちょっとまずい多分唐辛子っぽいやつですね。ちょっとあんまりよくわからないです。そして次これ、これなんだこれ。あーこれはなんかカレー粉みたいな、どうなんだろうね。ちょっと飽くなき探究心にちょっと行きましょう。これもね、まあ、いろいろこう入ってますけど、どうなんだろう、これ。分からない。これはなんかすごいさっきね、なんかいろいろこう混ぜてるって言ってましたけども、はい、これが結構多分、いろいろ混ぜてるから結構、なんだろう、こうし結構刺激が強いと思いますよ。これすごいわ。なんか結構ザ・イントって感じですね。これさまざまなこういったねスパイスをこう絶妙の配合でこの辛さと旨味を出してるわけですけど、研究に研究を重ねたんでしょうね。あ、美味しいですね。そうですね、じゃあこの辺足していきましょうか。あんまり入れすぎてもね、これただただもうカレーへの冒涜になっちゃいますね、これね。そんなにかけてんじゃねえと。これチキンが美味しいの、このプリプリ。普段ね、こうふんだんに唐辛子とかギネスに登録されるような唐辛子とかを使ってね、こうラーメンとかね、ラーメンとかもさ全部スープとか飲み干すわけですけど、あれもう明らかに、あ、体に悪いなみたいな食べながら思うんですけども、これはね食べた感覚で、あ、なんかすっげえ体にいいんだろうなっていうのがこう食べてて分かりますね。適当ですけど、完全にね別に専門家じゃないですけども、なんか嫌な感じがしないですね。うん、まい、これうん、
オッケー、美味しい。うん、お水をピッチャーになってますね。うん、最高だね。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。ナマステガネーシャ丸亀店さんの、スパイシーチキンカレー超激辛辛さレベル、チャラララチャラ辛さレベル5でーす。5でーす。5だよ。はい、いやー、まあ、今日はね、まあ、比較的結構ね、なんだろう、本当に久しぶりに旨辛、唐辛子の辛みもさることながら、やっぱり基本的にこうインドのたくさんのね、こうスパイスが混じって、本当に食べていて、本当に心地よい、辛さでした。辛いの苦手な方でも、まあ、いろいろね、辛くない、カレーもありますし、スパイスをたくさん使ってますんでね、体にも健康にもいいかなと思います。まあ最近はすっごいね、こうラーメンとかスープものが続いてたんでね、純粋にね、こう食事を楽しめたかなという感覚でございます。まああとはこれね、タンドリーチキンとかこういうね、様々な、いろいろありますね。多分ね、自分好みのカレーが、ね、見つけるかなと思います。はい、まあぜひね、激辛マニアの方挑戦してみてはいかがでしょうか。ということで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あと激辛ブログ、ツイッター等々更新しますんで、チェックの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またね。